タルドンネまたは、タルトンネは直訳すると、ガツの街を意味し、韓国においては、坂道を登り切った場所や丘の上のような、ガツに届くほど高い場所にある貧民街を指す言葉で、ある。タルドンネの一つである、九龍村、韓国では、朝鮮戦争の戦火で家を失う世帯が続出した、上、停戦直後の1955年から1960年に、 ベビーブームが到来した。住宅不足が深刻化し、経済的に苦しい世帯は、交通に不便な急斜面や山の上の土地を不法に、占拠して居住を開始した。中には、霊園の設備を既存してまで居住を確保した例もある。1970年代には、経済成長に伴い、例えばソウルでは、観光南岸の江南地区に、 新興住宅街が開発されるなどしたが、農村の余剰人口がソウルなどの都市圏へ移動し、各家族化も新興して、世帯数が増大したため、住宅不足は解消しなかった。1980年代にタルドンネの解消は、政治上の課題となり、1980年代いまには、低所得層向けに、任期5年以内に40万戸の住宅を供給する、ことを公約に掲げた。 ロタイグが大統領に当選した。1988年にはソウルオリンピックに向けてソウル中心部のスラムの一層が目指され住民の強制移住が行われた。しかしながら低所得層向け住宅の供給は計画通りに進まず強制立ちのきを命じられて住むところを失ったものの中には国有地などを占拠して新たにタルドンネを作ったケースもある。 このようなソウルオリンピックに起因するタルドンネとしては、江南区の急流駅南方にある急流村が知られている。1965年の日韓基本条約締結から1996年の OECD 加入頃まで続いた韓国の経済成長を背景にタルドンネには空き家が増えていった。タルドンネはもと不便な立地であり、都市インフラも未整備であったから、 経済状態が改善した世帯から順にタルドンネを去って、境の住宅に移動していった。行政もタルドンネ内の住居に住所を付与して、居住を追認するなどして、タルドンネを都市に包摂する政策を取った。2000年代にはタルドンネは、ノスタルジーの対象ともなり、行政は観光資源としても捉えるようになった。富山では、寒河文化村のように観光地化したタルドンネも、 存在している。ソウル市内に残るタルドンネには観光バスツアーも組まれている。2010年に発生した不山しさジョで発生した少女強姦殺人事件では犯人がタルドンネの空き家に潜伏しており、近年では防犯対策の面からタルドンネの民家の壁などを派手に装飾するといった文化事業が流行している。ガビドウ秘籍文化村不山市西区ガビドにある タルドンネは、もともと日本人墓地があった場所を日本の敗戦後に不法に占拠した者たちが構築したものである。日本人の戒名が掘られた墓石が横倒しになって建物の礎石になっているといった期間が見られ、行政は観光名所化を図っている。富山市はガビドータルドンネに秘跡マウルという愛称を定め、マスコットキャラクターを採用、案内板を設置した。 破壊市の中には、法暦年間の古いものや、浄土王城への祈りが込められたものもある。また、住居の祖先としてだけでなく階段席や便所の床石に利用され、日常的に踏みつけることが可能な状態に置かれたものもある。なお、位牌については、他の墓地のものと合わせて、計1528柱が私立公園墓地に安置され、 財韓日本婦人不要会不算本部と財不算日本総領事館で慰霊祭を行っているという2020年ユネスコ世界文化遺産の登録に向けた調査が行われている。ありがとうございます。